美濃と和紙を元気にするというところで、和紙の業界を全部を元気にしたいなっていう思いがあるところから我々が取り組んでいるのがやっぱり工場見学であったりとか、産業観光というところですね。まあ、工場見学を始めたきっかけというのは、お客様がうちに見えると現場をお見せするようにはしてたんですけども、ああ面白いですねとか、こんな風に紙作ってるんですねっていう形で結構驚かれたり喜ばれたり感動されたりすることが多かったんで、それで工場見学というのをスタートしました。